木後幸三郎8月29日から1941年2月14日は日本の建築家。皇室関係の建築を多く手がけたことで知られる。続籍は東京府千八1874年、宮内省匠良美氏の木後清隆の次男として東京市赤坂区に生まれた。1901年、東京帝国大学工科大学建築学科専科を修了し、 大阪の住友本天林寺建築部に入る。1902年、一年主願兵として入隊。除隊後、東宮御所造営局勤務となる。その一方で1905年からは、講師学校で講師を開始し和洋建築の講義も行っていた。1911年区内省匠領寮議士となる。1919年、欧米留学を命じられる。匠領においては、 上司の片山東熊と共に、武田宮邸や北白川宮邸などの洋風邸宅建築を手掛けている。1907年から1921年にかけて、沼津御用邸付属屋造改築、日光殿母沢御用邸造改築及び付属屋、新築、葉山御用邸造改築及び付属屋、新築に、携わった。この時期の作品には他に、鈴木三郎介邸などがある。 1922年区内省を退職し、東京に帰子建築事務所を設立する。1941年、死去した。京都の大工塔領であった、帰子家に生まれた高三郎は、和風建築は、もちろんのこと、洋風建築においても卓越した手腕を、発廃した建築家であった。1907年、家督を相続する。 住所は、東京府豊玉郡千田ヶ谷町大畑原宿。旧武田宮定洋館912銀行函館支店。ありがとうございます。